お !2 月8日。水度お休みなので泡取れに来ましたよ。追い込んでいきたいと思います。<laughs> はい。今日も行ってまいりました。 前回1月30。本日2月8。1週間と2日後。まぁ、あ、こんなもんでしょう。次なんかさ、普通に考えて、2月18ぐらいまでしいけないんだよな。1週間と3日後。1日2日3日。うん。まぁ、あ、仕方ないよ、この辺は。 スケジュールがあるだから、私だって。まあまあ、えー、整体に行き出して、えー、肩、変な風になってるのの、まんま、ベンチプレスは良くないと、軽くアドバイスいただいたので、ベンチプレスはやめようということで、代わりに腰が痛いなら腹筋鍛えておいですよって言われて、また、レッグレイズをやることに決めて、 えー、今日初めて、懸水マシン、レッグレイズだから腕、こうつけて、足上げる。それやったんだけど、まあまあしんどくもあるけど、超しんどいわけじゃない。うん。なんか、あんま、何か鍛えてる、追い込んでるような気がしないと思っちゃった。10回かける3やったけど。で、いろいろネットで見たら、 やっぱりハンギングレッグレイズの方いいのかな握力もつくからわかんない。で、ぶら下がって、ちゃんと、もう、逆上がりの直前ぐらい、そのもね、もと足を、上、上にもう、あとちょっとで逆上がりになるよぐらい。うん。上に、鉄棒でやってるわけじゃないけどね。それぐらいまで上げるかける10。これをやれば、負荷は、まあまああるんじゃないかと思いまして。 もしくは超余裕があれば、ないと思うけど、えー、ワイパーえー、こうぶら下がって、ここ手ね。体。上げる。こうやって上げるんだけど、上げて、ブルンブルンって横に振るワイパー。これができたらやっていこうかと思います。次だな。あと今日、えー、スクワットやってたら、 えー、インストラクターさんまあ、見張りの人えー、従業員の人基本は声かけてこないんだけど、こっちからいろいろ聞かないと。まあ、ちょっと、世話好きなのかな別に僕も嫌な気はしてないけど。えー、一番下から三つ目んとこ。バーベルスクワットで。ストッパーで置いてて、結構低いとこ。まあ、最悪崩れても思いっきり <laughs> 寝転がれば死なないなと思って。ね、ギリギリのとこにやっといたんだけど、 これじゃ危ないですよって言われて。もう3個上、もしくは2個上。だから下から5個目か6個目にやってもあなたのその深さのスクワットなら十分ですからって言われて5ぐらいにしてやったら確かに余裕だった。っていうか、案にわかんないけど僕のスクワットが浅いパーシャルスクワットになってるっていうのもいい。 伝えてきたのかな嫌味とかも別にそんな嫌な人じゃないとは思うけど。だから僕が思ったのは、まず最初、えー、スミスマシンの方でやってるけど、バーベルスクワット。一旦何も思いつけず、20キロのバーのみで深くやる感覚をつかむわけよ。4、5回。深くちゃんとお尻を下ろして。うん。しゃがむ直前ぐらいまでね。うん。で、いざ、 55キロつけると <laughs>。バー入れて55キロつけると浅くなっちゃう。怖いから。立ち上がれないみたいになっちゃうのが怖いから。これって、もう一回その20から徐々に25、30。本当に軽いうちの徐々に徐々にやって、本当に深い位置でスクワットできる重量に軽くした方がいいのかな で、今日は今日で、そのまま55キロのまんま、できるだけ深くやって、明日も,もう筋肉痛になるかどうか、それ次第でもあるんだけど、だから効いてるかどうか。うーん。まあでもな、うん。明日筋肉痛じゃなかったら、今言った、そのね、20キロからもう徐々に、うん。5キロ、2キロでも、そんな単位でも、本当に深く、 しゃがむ直前ぐらいまで、ちゃんとしゃがみ込んで立ち上がる。この運動ができるぐらいまで一旦軽くしないと、もしかしたら、スクワットやってる意味がないんじゃないかと思って。これ合ってます意外とゆっくり見てる人で <laughs>、えー、筋トレのアドバイスくださる人が何人かいるんだけど <laughs>、珍しい。ほとんど、筋トレみんなやってないのかと思ったら、教えてくれるだよね。うん。まあ、 そう、スクワット。一旦軽い方にして、深くスクワットできる。あれに、ちょっとそう、見直そうかと思って。腰が怖いのもあるけど、うん、腰が怖いからこそ、軽い方で、しか、ちゃんと深く、腰もおかしくならない、正しい姿勢でやった方がいいような気がする。どうでしょう。<laughs> まあそんな感じ。ちょっと改革が起こりました。ベンチプレス いや、しばらくやめての、ハンギングレッグレイズ、すごく深くやって、ゆっくり下ろす。余裕があればワイパーもやる。というのと、スクワットをちゃんと深くやる。これが二つの目標になった。あとね、えー、朝になんとなくみんなやってる。筋トレといえばもうベンチプレスってイメージがある。ビッグスリーの一つだし、一番有名じゃん、なんかこんな風にやるの。 だからやってた部分あるけど、もう最悪、やんないでもいいかなというか、まぁ、あ、こ、今回は気にじゃないけど、この肩の痛さをたまたまケーキにだけど、なんかそう、そうやって有名だから、ビッグスリーだからやってた部分あるけど、僕別に胸筋おっぱい、そんな筋肉欲しいタイプでもないんだよな。胸板厚い方がかっこいいという考え方もあるけど、わかんない。うん 僕、ここが欲しいだけだから <laughs>。だけわかんない。あとは全体的にか。軽くつけたいところもあるというか。そうそう,う、えー。肩痛いと言いながら、ダンベル、カールと、えーえー、サイドレイズはやりました。まあ、サイドレイズの方がちょっと痛みはあったけど、まあまあまあ、ねえー、ベンチプレスほど痛くはないから、いいんじゃないかなと思いまして。 まあ、なんとか、やっていきたいと思います。なんかね、本当に、無理やり T シャツをまくってるからかわかんないけど、くびれがあるよね、ここに、筋肉っぽい。わかるこれって成果だよね、おそらく。ダルダルの脂肪のやつはもっと、ドゥルンだよね。言ってることわかるね。くびれ。まあいいわ。<laughs> うん。ディ、mm